第74期一般家族構成課程および第6期医科歯科看護科看護構成課程所管入校と前途有利な所管の将来を医科を看護構成として迎えることができたとは私の深く喜びとするところであり、海上自衛隊を代表して心から感謝します。さて、所管承知のとおり、我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさと不確実性を増しています。かかる情勢が昨年末に新たな国家防衛国家安全保障戦略といわゆる戦略三文書の策定と防衛費を大幅な増額を受け、これまで以上の成長性、即応性、そして持続力の実現を、防衛力の抜本的強化を図ることが求められます。必要な海上防衛力を早期に構築するという極めて重い責務を海上自衛隊は果たさなければなりません。このような時期に我が国の海上防衛を担う幹部海上自衛官を志した所管に家庭を一周にするにあたり次を期待します。まず一般幹部構成課程第一課程の所管、この1年間を通して防衛大統領で培ったリーダーシップをさらに強固なものとするとともに、総理大臣において幹部海上自衛官としての原点を確立してください。次に第一課程の所管、多くの職業の中から海上自衛官への道を選んだ志に心から敬意を表します。これから今までの生活にはない困難にもぶつかるであろうと思いますが、出会った同期との絆を大切にし、共に乗り換え海上自衛官として成長することを期待します。次に医科歯科看護科看護構成課程の所管、昨今国際協力や災害派遣等において海上自衛隊の特に洋上での医療活動はその重要性を増しており、作戦の整備に関わる重要な機能となっています。所管には各海上自衛官としての心構えを身につけるとともに、この日海上自衛隊の現地医療活動の重要性を認識してもらいたいと思っています。一周する過程の違いはありますが、共に志を同じくして海上自衛隊に入隊した所管が本日から同期生として将来の中に苦楽を分かち合う関係を築くことを期待します。この関係は所管の今後の大きな助けとなるとともに、海上自衛隊の将来の原動力になると信じています。そしてベトナム社会主義共和国海軍団体本部中尉、太陽国海軍ワタラボン安官病少尉、機関団の入校を心から歓迎します。学生生活を通じて我が国の候補生との間で共に祖国の海上防衛を担う者として友情と信頼関係を深めることを希望します。ご家族の皆様が海上自衛隊に対する深いご理解のこと、ご子息ご尊敬等を預けていただくことに心から感謝いたしますとともに、お祝いを申し上げます。本日入校した各家庭の総員が幹部自衛官として立派に成長できるよう最大限努めてまいりますので、今後とも
よき被害者として激励し、ご支援くださいますようお願い申し上げます。最後に、秘書官を陰に日向に支えてくれているご家族への思いを新たにしました。入校生全員が書士を獲得し、揃って卒業の日を迎えることを記念して訓示いたします。では、ね、4月3日会場の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 会場